はい、では始めていきます。樹脂を作っていきます。まずね、この平米の計算なんですが、計算表を、概要欄に貼り付けておきますので、平米から、使用量を計算できる、ようなシートがありますので、それぜひ使っていただけるようにしたいと思います。その上でですね、まあ、ざくっと言うと、成形品であれば1平米で1キロぐらい樹脂ですね、防水であれば、1平米につき 1.5 から、まあ、2プライという2掃除機なんかすると2キロぐらいっていう風なざくっとした計算ができるかなと思います。 1.5 から2ぐらいですね。はい、ではですね、これを入れていきます。まあ、今回ですね、これ1平米も、ね、0.5 平米もないので 300g ぐらいを入れていきたいと思います。はい、これで 300g 入りました。まあ、硬化剤の、ね、量は前回出した通りです。まあ、今回ですね、冬場なので、まあ、3% ぐらい、入れていきたいなと思います。まあ、真冬ですね、今は。で、硬化剤の量なんですけれども、その大きい面積やるときにたくさん作ってしまったり、あと細かいところ時間かかりそうな場合は硬化剤少なめにしてください。必ずそうしないとゲル化してしまうので、それはちゃんと守った方がいいですね。その上で、混ぜていきます。まあ、面積もね、こういう時に使えるんで、まあ、捨てずに取っておくのが手かなと思いますね。よく混ぜていただく。冬場なんかは特に硬化不良が起こりやすいので、しっかり混ぜないと後で後悔することになります。で、これ気泡入ってもいいのとかよく言われるんですが、あんまり気にしなくていいです。それよりよく混ぜることの方が重要になります。1分ぐらいですね、目安で混ぜていただければと思います。夏場はね、もうちょっと手早く混ぜた方がいい場合もあります。はい、では次ローラーですね。これローラー、ハンドローラーですね。あとスモールローラーをセットして、ここにセットして入れていきますね。こういう風に脱着ができます。塗布していきたいと思います。まあ、置いていくというイメージですね。置いて伸ばしていくというイメージです。あ、それから大事なことを言ってなかったですね。これまだ低いんでいいんですが、必ずですね、ここをしっかりと止めておくようにしましょう。なんでかというと、自重でやっぱ落ちてくるので、ここは必ずですね、しっかりと止めておくことが必要になります。これ今の重量ではなくて、塗布後の重量を必ず意識するようにしてください。なので、しっかりとですね、重量に耐えれるぐらいの重さにやっておくといいですね。やっておくといいというか、やっておかないといけないということですね。これ見てわかると思いますが、ほとんどですね、力入れておりません。全く力入れておりません。ただ置いていくだけ。しごいてもおりませんし、力も入っておりません。こんな感じですね。自然とですね、こう色がついてきます。この状態になるまで、均等に、置いていくということにつきますね。私何の力もこれ入っておりません。まあ、前の動画でも出したんですが、あんまり力入れるとよじれてしまうので、ほぼ力は入れないとですね。私これ何もしてないんですが、勝手に浸透していってくれてる、そういう状態ですね。はい、でもう一つポイントですね。これ取らないといけないんですが、これを取るタイミングはきちっとここがこの色になってからですね。そうしないとですね、ペローンとこう下に向かって垂れていくことがあります。ここも引っ張らずに横向きにこう横向きにスライドさせていく。これで
を鳴らしていきます。これもですね、力を入れずに置いていくイメージですね。でよくですね、これ余ってしまったんでっていうことで余分めに増し塗りする人がいるんですけれども、これ強度出ますかって言われる。そんなには影響はないですね。これ天面も塗っていきましょう。はい、で次はですね、こちらですね。ここでようやくこれが出てきます。ここでようやくこれが出てくるわけですね。こう潰してあげるということですね。これも力入れてないです。全く力を入れておりますね。このドン突きのこの角、ここは重要になってきますので、空気を逃がしてあげます。で天面のここもきちっと防水したいよってことであれば、ガラスマットで増し塗りしてもらってもいいと思います。でそれちょっとやってみましょうかね。これ余った材料になります。角っていうのは FRB になじまないので、ちぎってあげます、ね、こういう状態でちぎってあげて増し張りをしていきましょう。こんな感じですね。まあ、ちぎるとちぎっていきます。でさっきの解凍に戻るんですが、まあ、樹脂を増し塗りする場合はガラスとセットでやる必要があります。樹脂単体ではですね、あまり強度っていうのは曲げ強度、引っ張り強度は出てきませんので、こういうふうにですね、やってあげる必要があります。なじませてあげるといいと思います。はい、こんな感じですね。なので、多分ですね、思ってた以上にほぼゴシゴシしてないというか、ほぼゴシゴシはしてないです。ゴシゴシが必要ないということになります。ちょっとね、端っこだけの人は持ってきましょうか。ほっとけばですね、これどんどん中入っててくれるので、はい、こんな感じですね。で最後ついてないのを押していきます。はい、今ですねこれ、見てもらうとこんな感じでバリバリになっております。これをですね切っていきます。まあカッターですね、でこんな感じですね。今このサクサクのこの状態で、切っていく。タイミングによっては非常に切りづらくなるので、この状態で切るのが一番楽かなと思います。まあ、よくですねこのバリ切るの大変って言われますけども、もうタイミングの問題ですね。今見てもらったように、タイミングが合えばですね、簡単に切ることができます。これはまあ、FRP です。まあ、面白さかな、というふうに思います。はい、できました。こんな感じですね。これは、ちょっと捨てるものになります。